ニューストピックスです金沢競馬場の周辺にだけ生息する外来種のセミスジアカクマゼミが生息範囲を広げています今回はこの話題について政治部の佐々木記者に聞きます佐々木さんよろしくお願いしますよろしくお願いします不思議ですね競馬場周辺にしかいないセミなんですか、はい、一体どんなセミなんですか、はいえー、スジアカクマゼミは 体長6センチほどで朝鮮半島から中国ラオス北部まで分布します日本の在来種クマゼミよりやや小さく鳴き声の元になる福弁の周囲に赤い筋のような模様がありますどういった経緯で競馬場周辺に住み着いたかは定かでありませんが2001年に金沢市の八田町と大場町で確認され現在も国内ではこの周辺のみで生息しています 興味深いセミですね。はい、そのセミが生息範囲を広げているっていうのはどういうことですか。はい、えー。金沢市が2021年度に行った調査で、競馬場から西にある内灘港大橋周辺で職員がスジアカクマゼミの鳴き声を確認しました。はい、現在のところ繁殖が行われているかは不明ですが。 市は生息範囲が広がっていると考えていますそうなんですねこの外来種のセミはどうでしょう今の生態系に影響を及ぼすってことはないんでしょうかはい、えー。市によりますとスジアカクマゼミの分布拡大のスピードは遅く生態系や農作物への被害の可能性は低いと考えられるということですただ生きている枝に卵を産み細い枝を枯らすということがあるので 大規模な繁殖が起こるとなると注意が必要かもしれません。そうなんですね。ところで佐々木さんも現地でこのセミの声を聞いたんですってね。はい、えー、聞いてきました。一、はい、本の木の高いところに五匹五匹ほど確認ができまして、はい、じゃあじゃあという耳を塞ぎたくなるくらいの大音量で鳴いていました。一、うん、匹が音を出し始めると他のセミも呼応するように鳴くので。 このセミが増えると、本当騒動、騒音問題になるんじゃないかと思うくらいでした。競争して泣くんですかね。<laughs> ですかね。そうですね。はい、競馬場だけで見られるセミとして。これからもいたら面白いかもしれないですね。うんうん、そうですね。うん、はい、今の時期なので、話題に困った子ども。うん、子だ、子供たちの夏休みの自由研究にもぴったりの題材のように感じました。はい。 どうか街中に来ないでって気持ちがあるんですけどね <laughs> そうですね、はい、分かりました今回は佐竹記者に解説いただきましたありがとうございましたありがとうございました